秋の追い温泉後追い温泉は、群馬県沼田市と根町にある温泉。追い温泉旅館組合公式ウェブサイトによると、追い温泉には9つの源泉がある。代表的な源泉の泉質は、下記の通り。9つの源泉を一覧に示す。各温泉宿ごとに1本ないし複数本の源泉が、引沸されている。かつては15本の源泉があり、1150リットル。 毎分の輸出量があった。沼田市と根観光会館観光、及び地場産業の振興のため設置された施設。582席の大ホールや会議室を備える。非常時は指定緊急避難場所、指定避難所としての役割も担う。河原に残る伊高河原の岩壺から温泉が湧き出ており、増水時は浴槽が水没していたという。都根町狼、都根町。 穴原、利根町大王にまたがる。片品川が作った深い渓谷に沿って温泉街が広がっている。1935年古くから皮膚病に効く湯治場として知られ、大正時代には和歌山牧水が当地を訪れている。1935年、追上温泉、穴原温泉、大洋温泉の旅館が組合を結成し、追上温泉号と命名。 1959年には、そのゲンダムの建設に伴い、4軒が対岸の高台に移転し、1軒が取り壊しにあった。宿泊施設は、明治時代初期に1軒、浴場1であったものが、昭和初期になると10数軒、最盛期の1983年には22軒を数えた。追神温泉旅館組合公式ウェブサイトによると、2021年時点での、 旅館数は15件である。近世トンネルや関越自動車道の開通により、尾瀬や日光への観光の拠点としての機能も担うようになった。毎年10月が入り込みのピークである。老神の地名の由来として、角川日本地名大辞典、老神、老神温泉の校には次のような説が紹介されている。伝承によると、赤木山の神と、 二た山の神との間で領地を順に争いがあり、やがて劣勢となって当地まで撤退を余儀なくされた赤木山の神によって温泉が開かれたとされる。赤木山の神が弓を立てた場所から温泉が湧き出し、傷を癒やした赤木山の神は再び二た山の神に挑み、打ち倒したという。古墳時代、毛の国が二分され、現在の群馬県と栃木県となる過程で起こった、 国境争いから生まれた話とされる。テレビアニメ、漫画日本昔話に見られるように、一般的には赤城山の神は大孟家で、二良山の神はオロチとされる。しかし、老い神温泉では赤城山の神がオロチ、二良山の神が大孟家でと逆転して伝えられている。これに関しては、藤原秀里のムカで退治の話から、勝者オロチに敗者を 大むかでに見立てるものだとすれば、老い温泉では、赤城山の神が勝利したとされることから、勝利した赤城山の神がおろちで、敗退した二良山の神が、大むかでと言われるようになったとする研究がある。ありがとうございます。